では、続きです。フロントにこういうラインで三つ編みを入れたのと全く同様で、真後ろに同じですね、真後ろにフロントと同じように入れてここで留めました。そして今ここに三角を残した部分にこちらの右は全てを取ってきます。で左は少し Z パートでこれだけ余分に前に残します。でそれを今からこの余ってる三角取ったのの余ってる部分を寄せてきて、ここを ここをちょっとずつ指で少しずつ取って、センターよりやや左で、センターよりやや左でフィッシュボーンに編みます。ちょっと左寄りに編んでまいります。でなぜ左寄りに編んでるかって言いますと、左側に垂らします。こんな感じですね。まあこれはこういう感じで、ただこれを編み終えて左に垂らします。これずっと取ってると時間ロスなんで、これ今一回このちょっと前で切って編み終えたところとつなげていただきたいと思います。お願いします。今ちょっと編んでますけど、これだとロスタイムなんで、ちょっと編み終えたところとつなげていただくようにお願いします。作っていただく人に喋ってるんですよ、変な独り言じゃない。この後からちょっとつなげてほしいと思います。でこの左のエリアに編んできた時に、最初に残してあったこの毛束とつないで毛がこちらに落ちてくるように仕込みます。こんな感じですね。ここでややこうくねりが入るような感じです。そして完全に前のところまで編み込んでいきます。でちょっと留めに茶ゴムをで留めます。
そしてやや同じ方向に少しだけずらします。今そしてこう上に進んで、ここにちょっと残りの毛があるんですが、この残りの毛を少しいじります。でこれにワンポイントアクセントをしてみますので、そして動き抜きますが、三つ編みが三角に持ち上がっていって、こちらが一度フィッシュボーンで、それをこれをまたくゆらして横にしてるっていう感じです。いや取れなくていいや、取れなくていい、つながってその一個それ入れるとこまで全部一緒くたでいいと。じゃあその間違えて大きな2個作っちゃう。いい、これもちょっとつながりで一緒に一個か二個でいいんですか。では続きます。で上のところに少しワンポイントでカラスキゲを巻いてみたいと思います。カラスキゲを巻く場合は普通のスキゲと違って、見えたらかっこ悪いんじゃなくて見えた方がいい的な感じで巻きます。こんな感じでワンポイント色をつけたいだけで、ワンポイント色をつけてるだけです。でこれもちょっと小さいのを、こんな感じで今ちょっとつけて倒し込みピンで押さえます。ちょっと見せつつ押さえます。これでちょっとウォーキングしてみたいと思います。